柱ですいい感じですね。今ね、テンションがね、上がっているんですけれどもね、あの深夜なんですけれども、みんなの歌っていうホラー映画が今やってて、見た方がいい。見た方がいい。これ。 面白い。ちょっとみんなの歌の今日は話をしていこう。みんなの歌漫談をしますけれども。あのさ、清水隆さんってあのホラー映画のかとかいっぱい撮ってる監督さんいるでしょう。あの人が撮った新しい映画なんですよ。清水さんはあの今年機械島とかもねやってますけど、まあこのみんなの歌見ればいいよ。みんなの歌怖かった。怖っと思って前のめりになっちゃった。どれぐらい怖いか僕ホラー映画めっちゃ見てるからさ、 まあその、ホラー映が慣れしちゃってるから、あの、そんな貝柱が言うのってその感覚他の人とちょっと違うんじゃないみたいなこと思われるかもしれないから言っときますけれども、まあ僕いました。横にあの、おじ様がいて、で、横に二、あの、二組ぐらいカップルがおりましたと。その人たち声出すくらいにはビビってた。要所要所。うん。うーんみたいな。 で、話もね、結構面白かったしね。これ結構日本映画で珍しく、この、幽霊に寄り添わないタイプっていうか、いや、寄り添、寄り添ってたけど、なんていうの幽霊が、 ま、あ今、話させてくれよ <laughs>。もう、話させてくれ。ま、あ、新作の映画なんで、極度なネタバレ伏せますけど、若干のネタバレ含む動画になりますから、気をつけてくださいね。あのさ、ジェネレーションズって知ってるあの、LDH っていうあの、えー、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブだからジェネレーシえ、ンズの7人がいるでしょ。あの人たちが、本人役を務めていると。この映画でね。 だから、だからそのまま出てんのよ、うん、関口メンディーさんとかもそのままドーンザーンっつって <laughs> 出てるし <laughs> かっこいいのよそうでさ,あでさあでさでさちょっとジュオン風味なのジュオン風味いや全然話は違うよ全く話違うけどなんかジュオンっぽいみたいなところもあったりとかでその中でジェネレーションズの歌とかもたまに流れるみたいなね「<laughs> <laughs> <laughs> もう夏でしょあんたたちはホラー映画を見た 今年もう今じゃん夏じゃんもうベタだけどさ夏に肝試しとかそのベタをしっかりやってこそそれは言えるだから行った方がいいよ行ってらっしゃいねで貝柱行ってきたよーって聞かせてくれよな どんなお話かっていうとですよ。だからジェネレーションズがラジオ番組やってんですよね。それでなんか小森隼人さんっていうそのメンバーの人が、あラジオのそのパーソナリティみたいなんでこ、今日,今日の,あの曲はとか、リスナーの人と人の手紙をイェーイとかってあの回してる、ぶん回してるわけよねその。そのラジオの途中にですね、えっ、ー、と、リスナーの人とのお電話つながって、 ちゃうよコーナーみたいなのってラジオであるじゃん。ああいうので、じゃあ次の人とちょっとつなげてみましょう。もしもーしって言うと、ザラザラ、ザラザラ、ザラザラ。変な音が聞こえる。ザラザラ。んなんかよく聞こえないけど、もしもしザラザラ、ザラザラ。カセットテープ、届いた女の子の声がするんです。んカセットテープ カセット、カセットテープとかって届いてますかとか、あの、ブースの方にいるね、スタッフの一人に。カセットテープとか届いてますかとかでも、よくわかってないのよ、スタッフの人も。カセットテープ、そんなん届いてや。てか、この時代にカセットテープとか草っつっ、草津、受けるとか言って。<laughs> で、まあ、よくわかんないまま、でもその通話切れちゃって、何だったんだろうっつって。その日終わって、それからですよ。この小森隼人さんはね、まあ、家に帰り着くんだけど、行方不明になっちゃうんですよ。 メンバーは一人消えてしまうの。だから、ジェネレーションズのマネージャーさんがさ、あの、探偵に捜査を依頼するんです。この人が元刑事の人で、あの、捜査のね、あの、聞き込みをしたりとかって話が進んでいくわけですよ。メンバーに聞き込みをしていくと、あの、練習場所あるでしょあの、ダンスの練習する場所で、あの、小森の様子がおかしく、おかしかったと。ダンスのね、イエイイエイって練習してる時も、違うんだよこの歌じゃないんだよとか突然叫び出して、 うん、どうした大丈夫大丈夫ってリーダーとかもな、なだめたりしててさ。で、さらにはですよ、あの、練習中にですね、あの、机あるでしょ。こうやって机が。その下の方にトロロロンとワイヤレスイヤホンが落ちちゃったから、メンバーの一人が、あったつって取ろうとするわけ。で、机の下見て、固まるんだよね,ね。で、それを見て、関口メンディーさんが、どうしたんってって机の下見る。したら、そのー、 下半身部分だけのなんか女の子の下半身部分だけみたいなのが見えてブーで机ファって上見たら何もいないのえー、ええー、え下にはいる江戸ええー、上見たみんない江戸あえどうあっえうわっこれイリュージョンえ恐怖演出サービスタイム多いのよサ,サービスタイム恐怖演出のね頻度が高いそうやっていっぱいね変なことが起きていってメンバーの間で で、メンバーも歌をね、急に口ずさみ出すの。あの、歌があんのよ。そういえば。言わせ、ごめんね。言わせれてた。許して。歌があんの。そのカセットテープから流れてる音みたいな。口歌、あの、鼻歌みたいな。んふんふんふん。んふんふんふん。んふんふんみたいな。鼻歌みたいなのあるんだけど、これを、なぜかメンバーが口ずさむようになるんだよね。んふんふんふん。 んんんちょっとど,どうしたんですかどうしたんですかんんんんこれ聞き込みしてるあの捜査の探偵さんねどうしたどうしたんだ君んんんんどうしたどうしたんだよ何 <laughs> すか何すかいやいや今のあの歌はなんだよ歌って何すかみたいな分かってないの自分が今口ずさんでたことその歌をベ何言ってんすか もう変なことがたくさん起きていって調べていったらですよ発端、まあ、はこのカセットテープみたいなんだけれどもその大元を作った子っていうのがえっとが分かるわけ彼女は昔なんかねみんなであのみんなの声とかを集めてみ,みんなを私の世界に歌で みんなを私の世界に引き込みたいみたいなあの日記とか書いていた子なんだけれどもだから要所要所で出る女の子の影はサナちゃんなんじゃないかみたいなさらに話をねあのメンバー行方不明になったメンバーを探すためにさなちゃんについて聞き込みをしらう続けていくと、えー、ますます恐ろしいことが起きていって「やだ!」というお話。 これね話がまず分かりやすいのがいいですよシンプルイズベストこのまずあのラジオに届いた謎のカセットテープねこの令和の時代にカセットテープ珍しいですねってその歌を聴いてしまったものが何かおかしいことになっていってるんじゃないかっていうとっかかりがすごくね分かりやすくてねそのさ要所要所で恐怖演出があるんだけどちょっとここ若干ちょっと踏み込んで話するから気をつけてほしいんだけどそんなあの重要なことは言わない重要なことは言わないけど その怖かった恐怖演出の話とか今言っちゃうから気をつけてほしいんだけど怖かったのがさだからメンバーの一人がさ夜道歩いてたら自動,自動販売機があってねまあそこで何か買おうかなーなんて思ってたんでしょうね。ダンサーさんって言ったらその自販機でゴソゴソって音が聞こえるゴソ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 何だろうって見たら自販機の下に頭突っ込んで手ゴソゴソしてる。 その、じょ、制服を着た女の子が、ごっそ、ごっそ、めちゃくちゃ異様ですよ。自販機のさ、下の部分ってさ、頭突っ込める隙間ないじゃん。 なのに、ど、首どこ行ってんのみたいな状態でごっそごそ。まあこれ、あの、後で真相、真相っていうか、どういう状態になってるかっていうのは後でわかるんだけど、まあとにかく今、今の状態だともう頭が突っ込んでるように見える。うわーって、なんこいつってなるじゃん。こうわーって。<laughs> したら、私の歌、 歌ってくれたねとか、みたいなのが、なんかもう、脳内に、ピシューンって <laughs>。確か、歌ってくれたねとか、聞いてくれたね、みたいな、女の子の声が脳内に、ピシューンってきてこわいやーこう、めっちゃ異様なシーン、ここ,こわ。怖っ。とりった。 りったあとさ、あとさ、これね、あの、か、その、僕が見た回の劇場で、この横にいたおじさまと、その横にいたカップルが叫んでたシーンなんだけれども、えっと、さなちゃんっていうね、女の子の家がある。ここがさなちゃんの家か、と。うん、家っぽいな、と、うん。もうね、もう古い家だから、もう30年、もう、さなちゃんがカセットテープを送った時代は、もう30年も前なのよ。30年以上前。だから、もう今ボロボロなんだよね。 もう誰もいないっぽいところに聞き込み、まあダメ元で聞き込みしてみよう。すいません、ピンポーンとか言ってインターホンをしてみるんだけども、うザザザザザザって変な音しか聞こえない。 ダメだねってでそこにまた霊感のあるメンバーがシュッて行ったらですね「すいません」ってドア開けてみたらですね今まで汚,汚かった家なんだけど中がすごく綺麗に見えるのよでそこからお母さんがね「はい」とか言って顔も出してくれるのおなかにはおなかには子,子供がいるっぽくてこう大きく膨らんでてね「あすいませんね今手があの混んでて」みたいな。 あの,あのすいませんサナさんに聞きたいことがあるんですけどつったら「あ,あーごめんなさいね」ってサナさんの家は2階なんだけどねサナちゃんの家は」「サナーあんたもういつまでも部屋の掃除してんの?」みたいななんか怒んのよお母さん「サナ!」っつってでそこにせあの2階の方からね掃除機のコードがビーって伸びて階段の下に垂れ下がってるみたいな構図になってるわけですよあーなんかちょっと今取り込んでる風だなーなんてねメンバーが思ってたら。 です、ちょっと待ってくださいねってお母さんがキッチンの奥に引っ込むんでね、ドアが閉まるのまた。で、あって待ちぼうけるじゃん。へウエスっつって。で、そしたらまた、あの、キッチンの方からガタってドアが開いて、ああ、ごめんなさいね、お待たせして。お母さんがまた出てきてくれ。あははい、お構いなく。また出てきてくれて挨拶ですよね。すいませんね、本当に。何ですかあ、サナですかサナねって。あれいや、さっき挨拶しましたよね、僕。なんかまるで初見みたいな。 初見みたいな反応すんのよ、お母さん。いや、お母さん、あの、僕、あの、すいませんね、って。さあな、いつまでも掃除してるのもうあの、すいませんね、って、また奥に引っ込んでいくお母さんですよ。様子がおかしい、様子がおかしい、様子がおかしい。やばいぞ、やばいぞ、って。で、そしたら、この上の方のところからさ、あの、その掃除機のコードがさ、引っ張られていくの。ぐるぐるぐる,ぐる、ぐばばばばばばって、上の方にコードが引っ張られていって、 ドアがバンって、バタンって閉まってですね。わーって。で、そしたらまた下のキッチンがビーって開く。ごめんなさいね、お待たせして。えー、何ですかあ、サナですかサナちょっともういつまでもし、もう、掃除とかしてないの。やばいやばいやばい。えー、もう本当にすいません、ね。ねもう猛ダッシュでなんかお母さんが <laughs> すげえ接近戦かましてくるからもう逃げるしかない。うわっはは。音とかめっちゃ怖かった。音がね、いいの。 音のね、編集技術。音マジで良かった。なんかそれ、お母さんのこの声が壊れていく感じとか、なんかいろいろ何個か重ねてんのかなわかんないんだけど、すっげえ声になってさ。そうで、あの予告編見た予告編のシーンでも見ることができるから、見たことない人は見た方がいいと思うんだけど、予告編もあれ怖い、いい、いいシーン使ってるよね、あれね。まあ、ホテルの廊下ですよ。ホテルの廊下で関口メンディーさんがさ、 何かを持って,て,でってええもうこのあの劇中のシーンではこれ結構ねあのもう既にみんなめちゃくちゃ怖い目に遭ってる状態で疲弊してる状態なんだよねだからもうメンディーさんも疲れきっててはあって状態で何かすっけあの気配を感じ取ってっ後ろ向いたらちっちゃい男の子がいるんだよちっちゃい男の子がいてさなんだこの子ちっちゃい男の子がいる めちゃくちゃお年玉をあげたい。ー全盛期みたいな男の子がさ、バーて立っててその男の子がさ、廊下の奥の方からですよ。タタタタタ走ってくんだよ。タタタタタ、セグチ・メンディーさんね。タタ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 で、男の子がセキグチ・メンディーさんの体にこうやって隠れる。 男の子ちっちゃいからねあの関口メンディーさんのとこに走ってくるタッ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 タタタッタこうやってやったら隠れるでしょこれちっちゃくてでそっから関口メンディーさんにこう抱きついてくるんだけどその時の顔がもう今さっきの男の子じゃなくて違うなんか知らねえ知らねえ女の子のなんかもうガーみたいな顔がどっさんって来てア <laughs> ーこれも結構叫び声上がってたわ もう、誰だ誰だお前みたいな女の子が、はって、お前、お前初見さんじゃんってお前、お前初見さん挨拶しろよ、お前。ガーって来て。ガーって。うぉー。ちなみにさっき言ったサナちゃんの家あるじゃん。これがちょっとジオンの家っぽいのよ。ジオンの。玄関入ってすぐに階段があって、とか。なんか若干心なしか作りがジオンっぽくて。しかもよ、お母さんのお腹の中にいる子が、 年寄って名前なの。別に何のつながりもないだろうけど、ファンサだと思うの。清水さんのファンサだと思うんだけど、悔しいけどちょっと上がっちゃったよね。これ、こう、ちょろいよね。本当に <laughs>。もうね、いっぱいあるよ。結構だから怖い恐怖演出ね、これ以外にも、もうガンガン来る。どれぐらいかな ?1 時間40分ぐらいの映画だったと思うんだけれども、その中でバン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 とね、結構パンチ力の強いね、怪恐怖演出がね、あってね、あざっす わざすって感じでもう <laughs>。あの、怪異の、まあ、今回は幽霊として大元出ているサナちゃんっていうね、女子中学生の幽霊がいました。で、この子に何か悲しい過去があったんじゃないって不幸な過去があったんじゃないって LINE でまずは話が進んでいくと。で、日本のホラー映画って基本さ、何か可哀想なことがあったんじゃない幽霊に。で、幽霊に可哀想な未練があったから、こういう怖いことを引き起こしてるんだよ。幽霊も可哀想だよねみたいなベクトルが、 多いじゃん。あの、好き嫌い置いといてね。そういうの多いよね。そのラインで最初進んでいくんだけど、このサナちゃんは、どうやらそうじゃないかもしれないっていう。本当の本当に悪意で満ちている、満ちているんじゃないかっていう、その可哀うな感じがないのよ。だから、話進めていくと分かっていくんだけど、 それがいいよね、また。その、深掘りすれば同情というか、そういう、またね、その悲しい部分とかあるんだろうけど、でも、パッと、彼女の、 本当に考えてることをパッと聞いた時には、最初に来るのは、見てる側が最初に思うのは、とんでもねえ女だな、こいつっていう。こ怖さなのよ。これがいいですよね。その、情が湧かないっていうか、幽霊に対して。いい意味でも、良くも悪くも日本の,あのジャパニーズホラーは幽霊画に寄り添ってくれるから、そういう意味で優しくはあるんだけど、 ちょっとじゃ、若干パンチが足りないな、みたいな時あるじゃん。これは、だからそれで言うと、こいつとんでもねえなーが最初に来るから <laughs>、これたまんなかったね、本当に。もうね、最後の展開とかもね、ぜひ見てほしいんですけれどもね、映像の作りもめっちゃいい。あの、ザラついた映像って過去階層でよく使われたりするじゃん。プラス、なんかちょっと滲ませてたりとか、あと、ミストフィルターみたいなのの、ファーって、光のファーが、 あのファーがファーファーが <laughs> キモいファーなのよあれうまいなんかいい編集をされているなと思ってねその辺もすごくねテンションが上がりましたよねはいまあそういう感じの今日は動画で,でやめておきましょうはい <laughs> <laughs>